人元ならよい心持ちやせぬが、しかし嫁売りに出されるまでよその女と熱くなっていたのを知らなかったとは、迂闊な話ではないか。そんな浮気男とは知らないで、情を尽くしていたのがこっちの落ち度でござんしたよ。しかしもう忘れろ、さっぱりと江戸の女らしく諦めろ。江戸には若い男はいくらもある。いいえ、誰が諦めるもんですか。 北川歌麿殿か。あ、どうなさったね。加納の娘、幸恵でございます。お嬢様。え、清之助様をこれ呼んでくださり。まあ、どうぞお入りなさって。かもうてくださるな。清之助様を。え、その清之助さんをすぐ呼びにあいますから、どうぞ入ってお待ちなさって。 どうぞ、わかりました。町江市の住まいは見探るしございます。どうもお連れにならずに一体どうなすったんでございます。清之助様はどこにおいでなさいます。今すぐ呼びにやりますから。おう、竹。えい。清之助が呼んできてるね。え、看護を飛ばして急いで行きね。 急いで帰ってきてもらうんだ。早く行ってきて。さあ、どうぞ渡りなさって。ああ、ごめんなさい。はい、ご苦労さん。よし。あ、ちょっと待ってください。はい。 清之助さんお見えになってるだろ。え、あちらに。あ、そう。清之助さん、お帰りになってください。どうしたんだ。加納のお嬢さんがお見えになってるんで。何？雪江殿。え、あなたは座ってらっしゃい。竹さん。はい。その雪江さんとやらは。 お綺麗かい。<笑>そりゃあもうお前さんと違ってね、お上品でおしとやかで。<笑>バカに知れないよ。清之助さん、こんな夜更けにたった一人でわざわざ遠いところを見えになったんですぜ。私はもう清之助様お返ししないよ。そんな乱暴な。姉ちゃんうるさいね。 誰が何と言ったって私はもう返さないから。竹さん、さっさとお帰り。ああ、ご苦労ご苦労。ああ、ご苦労だった。うん？清之助さん、どうしたんだ。<笑>お帰りにならないんで。まず。 ええ、うわ、どうしたんだ。はっきりね、はっきり。沖田さんが返さないんで。何？沖田が返さねえ。ええ、さあ、足で締めるね。ええ、
ちょっとお待ちなさって。切っていい。え？おや、うたさん、おいでなさい。さあさあ、一杯どう。千之助さん、お嬢さんは待ってます。早く行って会ってあげなさい。帰らせしませんよ。清之助様は私のもの。もう誰にもやりゃしませんよ。おめえには、後でとっくり話をする。清之助さん。北川殿。お北の言うのは本当だ。わしはもう、お北の虜になってしまった。清之助さん、あっしがわざわざ断るまでもねえが、あんなお屋敷のお嬢さんが忍んで会いに来るってのはこれよっぽど残ってっぜ。あの人が何を言いに来たかは分かっている。見下げ果てた浮世絵師など思い切って上心で位が高くていつもお手前でお菓子をいただき事の音を聞いて慎み深い控えめな言葉で恋をする。あの屋敷へ戻れというのだ。師匠にも似合う。それ、起きた。なんとか言ったかな。やぼ。うん、それそれ。その、やぼはよしねえだ。師匠からそう言ってくれ。このまま屋敷へ帰らずに町絵師の女房になる覚悟ならお会いする。やぼーなー屋敷のせいのすけ様は何とおっしゃるのじゃ。お屋敷へお帰りなさいまし。せいのすけ様がそう言われますのかい。あなたが町絵師の女房になるお覚悟ならお会いする、そうおっしゃるんだ。たわけたこと。お送りいたしましょう。屋敷へは帰ります。じゃあ町絵師の女房におなりになるんで。来てるか。見えていないんですよ。もう来た。え、奥に。ああ、歌さんおいでなさい。なお来た。おめえ、新書を千之助さんに惚れてるのか。それとも千光堂の払いせにあのお嬢さんから取ってやろうって考えなのか。はっきり言ってくんね。なおい、はっきり言ってくんね。妙に絡んでくるんだね。箸の上げ下ろしよりしたことのねえお嬢さんが屋敷にも帰らずにしがねえ町集まりをして千之助さんの帰りを待っていなさるんだ。